どうもタブヤンです。聖剣伝説2続きやっていきたいと思います。レベル33。いやもうファイナルファンタジーシリーズ外伝ですからね。ファイナルファンタジーナンバリングで言ってもレベル33っていうともう結構進んでる方だと思うんだよね。さあこの神殿的なとこ行きたいと思います。右から行くか。この忍者とは戦ったことあるね。邪魔だこの野郎。さあこれ斧は斧で生きるやね。よし、迷路になってるな。おっと来たぞ。我が名はジェイド。さあボス戦まで来ました。だいぶね、ここまで来るのにねレベル上がりましたよ。ステータスレベル36。そしてお金見てください、6万ルクまで貯まって、武器レベルもね全員上がりました。30分ぐらいかかったな。さあセーブしておこう。さあいつものようにまずは敵の弱点を確認しようか。ディテクト。でかいなこいつ。ポイント300。3000ルク持ってる。あそれだけ。どうしよう。じゃあタブヤンは戦わせておいて、いつものようにね、このパターンはため打ちでいこうか。4ぐらいでいいか。そして私はポポイを操作して、よっと、どれが弱点かわからんからね。わからんときはジンですね。一番使ってるジンのサンダーボルト。1しか与えられない。マジか。じゃあエクスプロード。おお、まあまあ与えたぞ。これでいくか。一応でも全部やってみるか。うん、ディーネのフリーズ。1しか与えられない。やっぱりこれだね、エクスプロードだね。エクスプロード。なんか色が変わってるけど、もしかして弱点変化系の。あ、そうでもないね。その前にちょっと回復してくれ。ウンディーネで回復。あ、やめてー、動きが遅い敵ですね。魔法の餌食にしてやるぜ。よし、このペースでいけるでしょう。いける。タブヤンため打ち通用してるのか。タブヤンの邪魔はするのやめようか。私が自分で魔法のクリミ温存してたからね、ここまで。よっと、間違った。どうだ、そろそろ終わるんじゃないか。よし、魔法の魔法力尽きるまで戦い続けるぞ。よし、回復お願いします。これ炎が効くから、逆にタブヤンの剣に炎のパワーをつける。フレームセイバー。
ブヤン頼むぞ。よっと、エクスプロード。なんか私一人で戦ってる感があるな。どうだ、まだ撃てる。あー倒した。弱点が分かれば弱かったぜ。これだけ弱点が明確なやつは戦いやすいね、魔法でね。やったぜ。スピアのパワーがアップ。あれは闇の精霊シェイド。かつて魔界の王として世界を恐怖に震え上がらせたこともある。だが古の勇者たちによりて力を封印されし者なり。我が力の鬼神倒せし新しき勇者よ。今や封印は解かれた。掟に従い我が力何時らと共にあらん。あ、精霊かこれ。オッケー、精霊シェイド。また新しい精霊をゲットしました。闇の力かなこれ。やったぜ。あれこれでもジャッハさん、ジャッハか誰かだったっけ、探しに来たんじゃなかったかな。違うのかな。一回戻りましょうか町にね。このこれより先の先を進めばいいのかな、この山の。おっと気を失った。せっかくなんでその精霊の力試してみようか。シェイドイビルゲイト。うわ、マジックポイント8も消費するの。アンティマジックダークフォース。説明読まないとわからんね。ちょっと待ってね。武器レベル、魔法レベル、シェイド。まだあと3つも精霊いるんだもんね。まだ折り返ししてんじゃないか。イビルゲート。闇の波動が敵の体を包み込む。攻撃魔法かな。ダークフォース。邪悪な霊体が敵のエネルギーを暴発させる。アンティマジック、敵のゲージをゼロにして全防御魔法を消し去る。あー、魔法が効きやすくするのがアンティマジックなのかな。ちょっとやってみるか。アンティマジック、アンティマジック。そしてアンティマジックの後にイビルゲイト。魔法が効きやすくなるんじゃない。全然効かない。なんだこれ。闇魔法って使い方が難しいだろうね。通常虫なんかには効かないのか。ああなるほど、使いどころなんだろうね。わあ、死神の罠。命だけは助かった。危ねえ。ちょっとじゃあプリムの魔法も紹介しますね。はい。あ、プリムにはない。そうなんだ、闇魔法っていうのはポポイ専用なんだ。へえ、そうなのか。まあこれ以上種類が増えても魔法レベル上げれないけどね。 OK。 タブヤン寝てるけど大丈夫か。よし行こう、戻ろう。あ、ちょっと宿屋泊まる前に魔法レベル上げてから行きますね。さあ長旅の疲れを癒して休みましょう。そしてまた山登りしよう。
さあ山に戻ってきました。山の頂上を目指そう。おりゃ杭があるね。そこから行けるのか。なんか見たことのない敵だなこれ。て卵から生まれる。はじめまして。左回りにすればこっちのもんだぜ。雪だるま邪魔だなこれ。攻撃できないんだよねこいつ。雪だるまにすると邪魔だ。あ、杭はこっちから行けるのか。あれ、どっから行くんだ、わからん。ここか。ムチはこれかな。ほい。あれ、あれ、向こう岸に。あ、なんかこういう時あるよねたまに。ちょっと、え、来いポポイ。ほい、山登り。もう十分あの闇の神殿で戦ったから。ここは素早く行きたいんだけど気失ってる。あ、入り口があるぞ。なんだボス戦っぽいな。どうしようかな。今このハイパーフィストナックルをレベル上げしてるんだよね。あ、この人、こら入ってはダメなんだな。賢者様は留守であるな。嘘、賢者ジャッハ様は黄金の島へと出かけたんだな。空飛ぶほうきでひとっ飛び。あ、黄金の島行ったことあるとこだよね。え、黄金島、ここから北東に行った海の真ん中の丸い島なんだな。この人弟子なんかな。ここまで苦労してきたのにしょうがないな。じゃあ私たちも飛びましょうか。あ、ここでは使えない。黄金の島行きましょう。太鼓だ。さあ現在地がここなので北東方面ですね。行きましょう。こっちかな。ひとっ飛び。あれ、行き過ぎたか。ここか。戻ってきたぜ。さあまずはね、買い物しよう。買い物、ジャッファ様を探しに来たんだけどね。もう一度来たことあるからね。お買い物させてもらいますよ。さあバトルスーツ、3万のバトルスーツをね2つ買いました。6万使って、これで3人ともバトルスーツ装備やったぜ。さあ探しましょうか。さあ情報収集したけど前回と変わらなかったね。結局この黄金の塔に入れない。そしてなんかサウスタウンでなんか捕まったやつが鍵を持ってるみたいなね。っていうことはやっぱりサウスタウンに行かないといけないんだねこれ。なるほどな。ということは今回はちょっと宿屋で待って作戦会議するか。さあ休みましょう。いやー今回も手強かったね。でもボスは弱かったけど、それまでのね雑魚キャラの方が強いという。
経験値積みました。それでは次回またサウスタウンに戻りたいと思います。フラミーがいるからね、移動はサクサク行きますから。それではまた、さよなら。